2号艇の西山貴弘選手です。よろしくお願いします。お願いします。もう西山選手といえばね、ファン投票の時からかなり話、話題盛り上げてくださいました。ありがとうございます。24,575名の方ですか。ありがとうございます。はい、素晴らしいね。まあ、西山選手の順位が1位なのか2位なのか、あの辺りも皆さんかなり注目されてたと思うんですが、はい、2年連続の2位というお気持ちは。2位が一番いいですね。人生送りバント最高ですね。ありがとうございます。はい、いつもの軽快なトークが、はい、今回も健在だと思いますが、なんせ、ね、西山選手のキャッチコピーというか日進也っていう言葉はこの宮島から生まれたんですよね。そうですね、はい、ね、もうおかげさまで当時の新鋭王座か、はい、あの時にあのね、いろいろコスチュームで、はい、今回はどんな名前かありますか。応募しますんで、こちらの宛先までお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、それでは本題に入りたいと思います。はい、モーター57号機、これもね、あの前節かなりいい動きをしてたエンジンなんですけど、はい、いいエンジン引きましたか。引いたと思います。だいたいね、あの、くじ運良くない、泣きが入る西山選手。いや、今節はもう皆さんのおかげです。はい、頑張ってみます。もう昨日もかなりプロペラ叩くのに集中されてた、専念されてたように見えましたが、はい、手応えとしてはどうでしたか。いや、手応えは昨日全然わからなかったんで、プロペラ全く違う格好に叩き替えたんで、はい、もう自分のペラの形に変えたという。そうですね。今朝は乗られました。いや、乗ってないです。じゃあこれからね。準備に忙しいもんね。じゃあこれから本番のレースの準備をしっかりしていただくと。はい、これでやっと一つ仕事が終わったんで落ち着いていきます。ちょっと何か参考になる気配なんかも聞きたかったんですけど、はい、どうですか。なんですか。フラゲンの参考になるような。みんな強いの。わかりました。それでは最後の皆さんに一言お願いします。インから逃げます。